こんにちは。こんにちは。毎日夕方5時に更新しております。今日の草刈りの時間です。はい。今日はさ、もしもし。よろしくお願いします。今日はですね、こちら。何って感じでしょう。当てよう。何でしょう。うん、ちょっと高いよね。あ、シリコンや、これ。ここがシリコンだ。正確に言うとゴムですね。あ、ゴムなんだ。うん。まあ、柔らかい素材です。あ、動き。目的がわからない。これですね。じゃん。あー、なるほど。そう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 。このようにですね。ヘッドホンに居場所を作るヘッドホンスタンドになっております。意外とイヤホンはくるくるっと丸めて置いといたりできるけど、ヘッドホンって置き場にそう困るんだよね。なんかペタッと置くには場所取るし、なんか立てて置こうにもだんだんなんか滑って倒れてきちゃうしっていう感じで、意外とね、みんな机の上でね、ガガガガってのけられたりしているのがヘッドホンです。それをですね、美しくディスプレイするように手のひらないぐらいの小スペースで置くことができるスタンド。なるほど。なんです、あれだ、おしゃれに、そう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 、おしゃれなヘッドホン使ってる人が、うん、おしゃれにヘッドホンをそう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 、ディスプレイ感覚で収納というか机の上に飾っておきたいみたいな。そう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 、ね、あとはあのスタジオとかで、うん、あの音源聞くときにヘッドホンちょっと置きたいじゃないですか、うんうん、でも意外と机とかないから置き場所に困るっていうときにちょっとね、うん、楽器のサイドにちょんと置いて、うん、ヘッドホンひょいとかけておくことができるっていうような使い方もできます。なるほど。高いヘッドホンとかやったら余計そうだね、下に置きたくない。そう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 、でその辺すごく気を使っていて、さっきのこれだ、だからそう、ここが柔らかい素材なんですよ。なるほど、ヘッドバンドが傷つかないように柔らかい素材、うん、であのヘッドホンの重みで自然としなるので、しっかりとヘッドホンの重さを支えて、うん、受けて安定して立ってくれるという構造になっています。ちょっとね、ここにもね、滑り止め見えないよね。あ、見えた、見えた。このようにですね、うん、四隅に滑り止めがついているので、机の上に置いた時にも安定して止まってくれます。うん、シールとか、シールとかさないとあれなんですけどね、うん、というものになっております。え、これシール、あ、ほんとや、保護シールついてるから、じゃあもしこのシール剥がした後壁に、あ、壁は無理か、それがね、無理、あのね、ペタッと貼れるっていうよりは、うん、要はシリコンの、うん、あのスリップ止めになっているので、うん、それがないとね、あのホコリがすごいついちゃって、うん、滑り止めが効かなくなっちゃうので、うん、使う直前まで保護してあるっていう感じですね。なるほど。ちょっとした斜めぐらいなら大丈夫。ちょっと傾いたぐらいだったらね、多分倒れない、うんうん、で置くことができると思います。ただヘッドホンかけるとね、倒れちゃうかもしれないから、基本的にはフラットな場所に置いてほしいですね。なるほど。で、ヘッドホンスタンドって意外と高いの知ってる？結構あの木の削り出しとか本格的なものが多くて、普通にね、マントするんですよ。なんかね、意外と欲しくいいなと思って探したことある人結構いると思うんですけど、私も同じで高くて諦めた。へー。この子3700円ぐらい、3780円ですね、うん、動画撮影時点で、まあ、劇的に高いわけではないので、うん、もう3万4万とするようなビオプレイとかビーツとか、うん、そういう高級ヘッドホンを使っているような場合は、うん、やっぱりポンとかに置いた時に傷がつくとかは気になると思うので、うん、きちんとヘッドホンスタンドで、まあ、保護しつつディスプレイしつつ置いてあげるといいんじゃないでしょうか。一応ね、白と黒がね、ちょっと動画撮影時点では入荷お知らせになってしまっているんですが、ちょっと再入荷働きかけてみるので、記事が公開された時には黒は全部黒、白はこことここが白で、軸がシルバー、アルミ製のシルバーのスタンドですね、になっております。ここのね、幅も結構広いので、見えるかな、なんか白に白で、ほんとごめんなさいみたいな感じ。分かった、これの、まだね、全然余裕がある、うん、なんで結構このヘッドバンドの太いタイプのヘッドホンを使っている人でも十分置くことができるような作りになっています。なるほど。今日はこの意外と置き場に困るヘッドホンスタンド、机の上にポンと放り出しているという人は、うん、ぜひヘッドホンの定位置を作ってあげてはいかがでしょうか。で、細かいあの
雰囲気、うん、こう机に置くとこんな感じとか、うん、こう Mac とかとね組み合わせてこんな風にいい感じに置けるよとか、そういった写真はですねぜひレビューの方で紹介していますので、うん、概要欄からぜひレビュー記事を見に行ってみてください。でレビュー記事を読んだ後はですねぜひコメントを残していってください。コメントをしてくださった方毎日1名様に素敵なプレゼントが当たります。そしてコメントを残したらアップバンクスト毎日14時から18時まで行っているタイムセールもお忘れなく。そしてこのそうだね残してる大丈夫だよ、うん、このヘッドホンスタンド、この動画が公開されたその日の夜にはアップバンクストア新宿の2階にサンプルが展示されておりますので、うん、実際にこの安定感とかねこう作りとか細かくチェックしたいという方はぜひアップバンクストア新宿の2階に現物を見に行ってみてください。はい、一応ね展示期間が決まっているので、うん、見たいなという方はお早めにどうぞ見てみてください。今日ご紹介したのは、うん、ポストユニバーサルヘッドホンスタンド、うんでした、でした。また明日。ご視聴ありがとうございました。毎日夕方5時の更新、今日のアプリ今日のアクセサリー動画はアップバンクでも同時に記事が上がっています。ぜひ合わせてご覧ください。さらにアップバンクの記事では、下にコメントがあります。そのコメントをしていただくと毎日一人素敵なグッズが当たるかもしれません。要チェックです。ではまた明日の夕方5時にお会いしましょう。引き続きアップバンクをよろしくお願いします。バイバイ。